そんなところまで厳選するの。ガチ勢にしか理解できない厳選ポイントを紹介。その1、色違いと通常色。ポケモンには超低確率で出現する色違いという個体が存在する。基本的にはコレクター要素だが、実は対戦にも影響するので厳選しないといけないことがある。その理由は色違いエフェクトの有無。色違いにだけ数秒間キラリと光るエフェクトが入るが、なんとこの間にも試合の残り時間は進行している。なので TOD と呼ばれる時間切れによる判定勝利を狙える構築は、できるだけ時間を稼ぐために色違いで統一した方がいい。逆にそうでない構築は通常色を使った方がいいぞ。その2、元々の性格。ポケモンは性格によって能力の上がりやすさが変化する。今はミントというアイテムで性格をねじ曲げることができるから、わざわざ厳選する必要はないように思える。ところが、元々の性格を参照するアイテムが存在するせいで、ここも厳選しなければならないんだ。それがこれ、苦手な味だと混乱してしまう木の実。この苦手な味というのは性格によって決まっている。だがこれらの性格は苦手な味が存在しない。トリックや虫食いなどを使うポケモンは相手から奪った木の実を食べることも多いから、性格の厳選は必須だ。厳選して厳選して厳選しまくろう。ただし、こんなことを厳選してる暇があるなら、一戦でも多く経験を積んだ方がいいという説もあるぞ。厳選ばっかして対戦する時間がなくなったら本末転倒だ。